い、STU48 のもっと STU! イエーイ。はい、では自己紹介いきます。 STU48 の歌姫といえばさっきー。ありがとうございます。岡山県出身16歳、さっきーこと菅原咲です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、続きまして、今日がダメでも明日があずさー、藤原ラッキー、あーちゃんこと藤原あずさです。よろしくお願いします。わーい。あーちゃん初めての登場です。そうです、初なんです。はい、イオンモール岡山にある晴れ町 TV のスタジオから公開収録でお届けしています。イエーイ。はい、公開ホームページの公式ホームページの応募フォームに寄せられたリクエストに答えていく番組です。はい、この放送は、毎週土曜午後7時から7時20分、再放送は毎週日曜日から木曜の午後7時から午後7時20分で放送されています。はい、はい、見てね、見てくださいね。じゃあ早速、はい、その寄せられたの質問に答えていこうと思います。いいですね。じゃあさっきがこれやるからこれで了解、書けばいいのね、うん、私がね。黒でいいの？何色でもいいか。何色でもいい。じゃあ、あ、ちょっと違う違う違う、間違えた、変えてきたりちゃん。じゃあ行きます。ダラン、はい、来た。何番？28番。28番。緊張を和らげる方法を教えてください。緊張、マルクさん、マルクさんからだって。マルクさんだって。マクルさんでした。28番。28番。緊張を和らげれる、和らげれるやり方みたいな方法ね。緊張はあんまりしないからな。でも思わん。そうか、緊張しない人が、だからその質問はさきちゃんに向いてないってことでしょ。向いてないってことですね。確かにね、さきちゃんなんかいつもなんか緊張してなさそうな感じがするわ。あんまり緊張しないかも。確かに確かに。あーちゃんでも結構緊張するよね。めっちゃ緊張するとか、毎回緊張してる。なんか喋るところがあるたんびに緊張する。なんか自由に喋ってくださいは喋れるけど、わかる。なんかこれをもうこれを絶対にもうマストで言ってくださいみたいな、うん、それを言わなきゃいけないと思ってたら、もう踊ってる途中からもう頭の中をそれを巡ってて、わかる。それは緊張を和らげる方法はありません。ないよね。ありません、ありません。和らげれない。それ知ってるんだったら教えてほしい、逆に。私も、うん、で私はもうまだ無理だもん。1年半ちょっとやってきたけど、うん、人前で喋ったりとか無理だもん、未だに全然。緊張する、緊張する。でもあれよ、あれがある、あれがある。あの公園とかのさ、前にさ、うん、みんなで背中叩く。あ、背中、違う、あれはなんかなんて言うんやろな。でもあれしても結構ドキドキせん？え、せん。さきちゃんはせんやん、もう元からしないからね。さきちゃんは元からしないからっていうの、うん、だから元からしない人と超する人だから答えが分かりません。分かりません。というわけで次、次、次。ない。ないです、ごめんなさい、本当に申し訳ござらんです。じゃあ次、次、何番？ドン。11番。11番。お気に入りのひんやりするスイーツを教えてください。ひろちゃん、ひろちゃんからです。ひろちゃん、ありがとうございます。ありがとうって感じ。ひんやりするスイーツ、でもかき氷ぐらいしかなくない？でもスイーツって、あ、スイカ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 ひんやりするじゃない？そうか、お気に入りのひんやりスイーツ、私なんだろう。あ、でもスイカはいいよね。なんかスイカのスムージーとか結構美味しくない？あんまりスムージー飲まない。私ひんやりスイーツあれがいい、あれあれ、なんだっけ、タピオカ。あ、タピオカミルクティー的な。それは美味しいよね。めっちゃ美味しくない？うん、私結構スイーツ、スイーツに入るのかどうか分かんないけど、でもなんか最近ちょっと映えでみんな撮ってたりするじゃん、うん、そういうタピオカ的なやつを、うん、だからひんやりしない、あれめっちゃ。まあ、飲み物だからひんやりするよね、割と。ひんやりするの、キュウリとかひんやりするかな。あ、スイーツ。スイーツ。スイーツってなると難しいよね。ひんやりしたものは好きだけどみたいな。かき氷。あ、でも一番よく最近ひんやりしたものを食べるのは氷、普通に。あ、普通の氷、ね、なんか普通にずっと食べてるもん。そう、コンビニとかで、うん、あのアイスコーヒーとかにする用の氷をアイスコーヒーにせずにそのまま氷だけで食べるとか、うん、食べてるね、そういうのが多い。
それかも。スイーツじゃねえけど。スイーツじゃ。それに練乳かけたらめっちゃ美味しい。練乳かけたらめっちゃ美味しいよ。じゃあ今度食べさせて。それはもう自分でやってください。やだ。勝手にしてください。あーちゃんが作って。てちょっとそれはちょっと。じゃあ次。次行きたいと思います。はい。どん。どん。何番？24番。今一番欲しいものは何ですかだって。誰だっけ。ゆうくんですね。ゆうくんさん。ありがとうございます。ありがとうございます。24番でしょ。今一番欲しいもの？何が欲しいかな。何が欲しいかな。何が欲しいだろう。今一番欲しいものか。たこ焼き。そう、もうずっと言ってるよね。始まるこの収録が始まる前からもうずっとたこ焼き食べたい、たこ焼き食べたいって。たこ焼き食べたい。ずっと食べたい。たこ焼きの何味？なんかあるじゃん。なんかおろしポン酢につけて食べる人とか。ネギ。あ、ネギか。じゃあその後はちょっとあんまり近寄らないでください。なんで？いや、ネギ食べたらすごいネギ臭するから。あ、そっか。でもね、美味しいよね、ネギね。めっちゃ美味しい。ほんとたこ焼きが今欲しい。一番ずっとね、マネージャーさんに言っとったよね。今一番欲しいものか、私。うん。時間。なんで？ちょっといいこと言ったくない？たこ焼きの方が良くない？まあ、たこ焼きは、まあ、その途端的なものは、あのなんかその今やほんまに今。うん。今長いか長く考えてる今を考えると時間が欲しくない？だって、あ、今日めっちゃ楽しかったなっていう時、1日マジ24時間じゃ足りないぜみたいな時あるじゃん。あ、ちょっと真面目に答えられるってちょっと困りますね。じゃあ今一番欲しいものはスイカです。ほら、こういうのがいい、こういうのがいい。それ簡単なのがいいってことね。さき、うん、ちゃんはそういうのが好きなのね。そう、分かった。だんだん掴んできたよ、さきちゃんの好きな感じ。さきはたこ焼きが欲しい、うん、はい、それはもう後でマネージャーさんに頼んでください。はい、次行きます。何番？何番だと思う？3番。12番は何だ。最近嬉しかったこと。誰ちゃん？さやかさん。12番でーん。12番。最近嬉しかったこと。海に入れたことかな。え、いつ入ったの？いつだっけ。海入ったの？海入った、めっちゃ楽しかった、久しぶりすぎて。そうか、うん、嬉しかった。海か。最近楽しかったこと？嬉しかったこと。あ、嬉しかったことって言った？あれ、嬉しかったことよ。楽しかったことじゃなかった？まあでもニュアンス一緒だからいっか。あ、嬉しかったことよ。嬉しいもん。嬉しかったことね。最近嬉しかったことは、最近嬉しかったこと、あと肌白くなったねって言われた。あー、最近嬉しかったことは、去年10本以上日焼け止めを使ったんですよ。え、使ったわけなのに、今年より、今年はまだ1本しか使ってないのに、去年より色が白いこと。今それ一番嬉しい感じする。そうだね、さっきとあっちゃんって黒いもんね。そうなんよね、SPの中でもね、黒い2人が今日来ちゃったからね。そうよ、だって壁の方が普通にどう考えても白いもんね。それはそう。でも白いねって言われたんですよね。私も言われた。でもこうやって並んでみると、今日やっぱり私の方が白くない？うざいな。私の方が白い。ということで、嬉しかったことは色白になったこと。二人とも共通で、やっぱ夏だからね、共通で同じこと思ってるみたいです。そうなんですよ。あと痩せたって言われた。めっちゃいいじゃん。それは言われてないかも。イエーイ。じゃあ次。はい。めっちゃ今日質問答える。いつもこんな答えんけどね。え、そうなん。うん、時間がなくて。これって何番？9番。9番だね、9番。9番は専用劇場船の、ちょっと勘違い、完成に向け意気込みを教えてください。ひろちゃんです。劇場、ひろちゃん、ありがとうございます。伸びちゃったもんね。劇場船、うん、劇場戦かける、かける。意気込み、乗ってるファンの人たちが船酔いをしないように頑張る。それか、うん、ある、なんか意気込み、うん、まあでも
その専用劇場が、まあ、まあまだまだね、うん、まあでも名前が決まったので ST48 号っていう ね名前が決まったので、その名を本当にいろんな各地に広められるように頑張っていきたいなっていうのありますよ ねやっぱりまだ知らない人もいると思うんで私たちのこと、なのでやっぱ船ができるとより一層やっぱこうクローズアップされるというか、まあ、目立つので、だいぶ船でやるっていうのは 初のことなので、なので結構楽しみな部分はありますけどね。うん、なんか意気込みたらちょっと真面目な話になるな。真面目になるよね。確かに船酔いしないよ。こういう曲を踊りたいとかない？船の上でソロ、ソロ、ソロソロさきちゃんのソロ、さきちゃんのソロ。じゃあ、なんでもいい、なんでもいい、なんでもしていいよって。でもちょっとやりたいなと思うのはハート型ウイルスはやってみたい。あー、でちょっと見てみたい、さきちゃんのそういうちょっと可愛いらしい曲というかセクシーな曲というか。バカにしてるよね。バカにしてない、バカにしてない。バカにしてないんだけど、普通に言ってるんだけど。あーちゃんは何がしたい？あーちゃんも可愛い曲やった方がいい。これはもう協調性のかけらもないね。ちょっと大丈夫かな STU 大丈夫じゃない。個人的な目標、釣りの番組に出るとか。ああでもさきちゃん釣り好きだもんね、うん、釣り番組に出るとかそういう感じじゃなくて。釣り番組欲しいね。釣り番組とバラエティが欲しいかな。でも釣り番組って朝めっちゃ早そうじゃない？早そう、めっちゃ早そう。私ちょっと早起きちょっと苦手だからちょっと大丈夫やわ。一緒に出ような。でも釣りは好き、釣りは好き。できるん？バス釣りしてたんだよね。川？池？うん、川、うん、池とかそういうどっちかだね。川か湖か。じゃあ今度一緒に海行こう、うん、海なのね。川か湖って言ったのにそう、海、海、海なのね。海にさせます。はい、はい、じゃあちょっと質問はじゃあ今日はここまでということで。はい、じゃあ告知をさせていただきます。はい、8月17日にある、ST48 の首長公演が大阪の NMB48 さんの劇場であるので、ハルルン、佐野遥ちゃんの誕生日の生誕祭もあるので、ぜひ皆さん行ってみてください。イエイ、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。以上かな告知は。はいですね。はい、以上
ということで、次回のメンバーは誰が来るかまだわからないんですけど、この公開収録は岡山県の間違えたイオンモール岡山さんの方で公開収録されているので、ぜひ見に来てください。そうですね、公式ホームページでチェックしてみてください。はい、ということで番組、この番組は毎週土曜午後7時から7時10分、再放送は毎週日曜日から木曜日の午後7時から7時20分にされているので、皆さんぜひ見てください。お願いします。はい、番組にもどんどんリクエストを寄せているので、公式ホームページの応募フォームから、ね、応募フォームからリクエストをができるので、皆さんぜひしてみてください。はい、ってことでエンディングソング、エンディングソングのペダルとシャリーと、シャリーと来た道とを聴きながらお別れです。この歌の聴きどころ、前向きになれる曲なので、ぜひテンポもいいしね、アップテンポな感じで、ぜひ聴いてください。じゃあ皆さん、バイバイ。